アメリカカリフォルニア州フラートンの警察はスマートフォン向けゲームポケモン GO のプレイヤーらが屋外でポケモン探しをして遊んでいるうちに殺人未遂などの容疑で指名手配されていた男を偶然見つけ逮捕につながったと発表しました。任天堂などが開発したポケモン GO はゲームが指定した場所にプレイヤーが実際に行ってポケモンを画面上で捉える内容です。今月配信が始まったアメリカでは大ヒットとなっています。さあ皆さんポケモン GO やってみたいですか、はい、ということでせーのドン。やりたくないっていうんですね、すごい指標そうですね、はい、やりたいやりたくない理由もまた皆さんのコメントでお待ちしております。それでは皆さんの意識調査の結果を見ていきたいと思います。ポケモン GO は出ませんかね、うん、先ほどは出ない、やりたくない方が、はい、やりたい盛り返してきましたけどね、どうなんでしょうか。